はい、えー、ブスネコです。えー、まずはじめに、ね、あのー、登録者様2万人、えー、誠に、誠に誠に、本当に誠にありがとうございます。なんだろう、はじめの挨拶って何、何言え,言えばいいんだろう、わからん、わからんからもう次行く、本当にありがとうございました。前回のね、この動画が、 500回再生行ったらなんか続き出すって言っててなんかすぐに500回再生行ってくれたので続きをしゃべります次にねそのじゃあゴキブリハウスの次のハウスの話をしようその両親もあの家に住んでるのが相当我慢ならなかったらしくてあの家をねちょっともう今すぐにでも離れたいっていうことであの俺が6歳になる時になぜか 何を土地狂ったのかわからないんだけどあの一軒家をね購入しましたはいまあ当時ねそこまで物心ついてなかったんでうわー一軒家だーって言ってねめっちゃ喜んだんだけどまあ今思い返せばめちゃくちゃ無理して買ったんだなっていうのをすごいあの時間時間というか思い返しますでね一軒家をね買ったまではいいんだけどまず 引っ越しをするじゃんそのゴキブリハウスから新しい新築に。で引っ越しをするのはいいんだけどさ普通多分引っ越しをする時ってさなんか2トントラックとか4トントラックぐらいのさ大きいあのトラックを用意してあの前の家の荷物とかを詰めて次の家に運ぶと思うんだよね普通は普通は。だけどさあのうちあれ あ,あ,あれやったからさ普通のトラックじゃなくてね軽トラックで住んじゃったっていうね軽トラに家族4人分の荷物詰めて引っ越し完了ですみたいな家族4人分だからねはい住み始めますって新築2階建てか新築2階建てで 4LDK か 4LDK でね自分の部屋も持って嬉しいわけなんだけど 軽トラックで4人分の荷物住んじゃう家族がまともなその荷物を持ってるわけないんですよ。引っ越したからって新しく買えるわけでもないしまあねその当時はねまだちっちゃかったからねなんか全然違和感も何も覚えなかったんだけどよくよく考えたらすごい部屋にいたなっていうねまあその部屋がこんな感じなんだけど そうまあ、普通の部屋よね。普通の部屋よね。あの、荷物はこれだけ。はい。あの、敷布団と、なんかちっちゃい丸机のみ。で、あの、ちなみに言うと、この部屋8畳ありました。はい。6歳の俺の部屋8畳でした。で、そのね、その家に引っ越してからね、あの、前のゴキブリハウスにいた時より、なんかすごいひどくなって。 いくつだっけな多分ね、7歳か8歳、7歳かなの誕生日。前も、前も誕生日で誕生日ケーキの話したっけしたよなしたよねごめんね。そう、で、7歳の、7歳、8歳ぐらいの誕生日かな誕生日の時。ね。で、今回はさ、もうあの、ゴキブリのい,いない家だから、まあ、安心してさ、ハッピーバースデートゥーユーをやるんだよ。電気と水道を一瞬で止まるって。あの、 ことが起きましたケーキにろうそくをつけてって電気を消してたから気づかなかったんだけどその「ハッピーバースデートゥーユー」言いわれてこうやってパチ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 になるやん。でろうそく火消してさ部屋の中暗くなるやん電気を落としてたから。でわーってなってでじゃあ食べようねーってなって親が電気をつけようとしたら電気つかないっていう。 であのそっからあのね2日間ぐらい電気止まってました <laughs> で夜はあの新築に引っ越して1年目であのろうそくで夜を過ごすっていうあのリアルな家庭でした <laughs> 以上ですでまた次次次もこの動画が500回再生ぐらいいったらあの小学校の話をします Goodbye.